野々市市内で先日不審な女の目撃が相次ぎました。外に出る機会が増える季節、保護者からは不安の声が聞かれました。今月13日午後3時20分ごろ、野々市市内である不審な行動をとる女が目撃されました。小学校の通学路付近で不審な女性の目撃が相次いでいます。目撃情報によると、走っていた小学生に対して足をかけるといったものです。警察によりますと、被害に遭った小学生は野々市市本町5丁目の歩道を走っていました。すると女が急に足を前に出してきたのです。小学生は足につまずき転倒しそうになりました。さらにその3時間後、野々市市田平寺3丁目で小学生が自転車に乗っていたところ、同じ人物とみられる不審な女が足を出してきたため接触しました。怖いですね、この子、お姉ちゃんもう中学生なので、もう終わったらすぐ帰ってきてって、なるべく友達と一緒に帰ってきてって。女の特徴は身長160センチほどで、黒髪のショートカット、赤色のズボンを履き、紫色のリュックサックを背負っていました。警察は付近の警戒にあたり捜査を進めています。